集まれスクショの終わり。はい、ということで、はい、第2回やっていきたいと思うんですけども、はい、今回勝った方にはですね、はい、ステッカーあげようかなみたいな話をしてたと思うんですけど、はい、T シャツをあげます。おめでとうございます。はい、こちらの全然違う T シャツなんですけどそうですね、こちらですね、在庫が山のようにあるので、はい、プレゼントをいたします。今回の企画は、はい、集まれ動物の森で、スクリーンショット撮ってもらって、僕らの心に刺さった、一番刺さったやつに、商品をあげようという企画になってます。はい、前回の優勝写真ポン、すごいエモい写真が、ね、雑草が雑草が、まあ、あれから結構経ったと思う、はい、それじゃあ今日も早速見ていきましょう、はい、あれからもう50枚ぐらい来ました。早速いきましょう、はい、限界食堂外出バーベキュー編スカイさん。お、すげえ、この T シャツ、あ、ほんとだ、これ商品なんか商品よく作ったね、これこれおせちとか持ってきてますよ。おせちっては言わねえだろいや、これ重箱みたいな弁当でしょ。いや、T シャツ作ってくれるの嬉しいっすね、うん、バーベキューだって言ってるけど一人一人っていう、もう夜めちゃめちゃ寂しいバーベキュー、まあ、今外出れないからね。まあそうですね、動物の森で楽しんでいただけたらなと思います、はい、じゃあ次行きましょう、はい、清生さんかな、はい、タイトルケロベロス。おすげえ、これどうやって作ったのこれ。なんかキングギドラみたいな、ほんまのキャラクターをなんか半端ねえもんつけてますね、なんか頭に墨汁のスネついてます使わなかった、こういうやつ絶対あれ液体タイプの墨汁の方がいいんだよ、ね、4月24日未来から未来から来てますね、これ時空超えてんねこの人は、はい、清永さんありがとうございます。ありがとうございます。チョロメさん、それそれ、その顔が見たかったんだよ、おばさん。もう一言の時点でちょっとすごい不穏な雰囲気がかわいそう、くっそ困ってるやん、上沼恵美子みたいな上沼恵美子みたいなやつ、めちゃめちゃ困ってるやん、これそのカードボコボコにそうですねアロママやめろみたいなこれ多分トロサーモンの、ね、使いの人でしょ、使いの人っすね。サシクガさん、PV と比較してくださいこれ来ましたね、本日のヌー前回の動画からちゃんと寄せてあげてきたんですね、これつながりネタいいな、サシクガさん。じゃあ次いきましょう。あ、のりやきラブさん来たのりやきさんのツイッターアイコンを意識しました。またよりのりやきを高めるため、顎ひげをつけ、デニムパンツだけではなく穴あきデニムにしましたおすげえちょっとこれすごいっすねさあ、もうめっちゃ似てる、これちょっといいっすね、これ2枚目いいっすね、このポップな感じこの服すごくね、このファッションアイテムがいちいち、これのりやきさんがつけてる、おいわ穴あきで、今のりやきこれ履いてるからね、履いてますね、めちゃめちゃ気に入ってんのよ、この穴あいてるデニム。この人今家壁全部のりやきの顔になってるし相当なファンですね。ツイッター見たけど、今回ののり焼き部門も豊作でしたね、これね。来ましたね。藤本さん、あなたはカオス理論をご存知ですか。言うなればどんなズレでも未来は大きく変わってしまうという説です。お、青い蝶。わ、これ何か分かった？一枚目で。これライフイズストレンジだ。これライフイズストレンジ一番最初トイレでこれバケツあんだよ。そこに蝶が飛んでくるの。え、もうそこまで。青い蝶が。すげえ。三枚あるからね。おぉ、これ東大東大東大、これ知ってますわ、知ってるでしょ、これ知ってます、クロエやん、クロエアルカディアベイヤ、うわこれ知ってる知ってる、このベンチ、キャラクターの再現度すごいっすね。しかもちゃんとこれ2枚目ね、雨降ってる時に撮ってるから、すげえ、嵐が来るからね。1枚目、2枚目、3枚目全部すごいよ、再現率が、すげえ、すごい、藤本、これはすごい藤本さん、やべえな。名前、サさん、ホラーテイスト、うわ怖っ、怖っ、うわすげえな、これ地面にちゃんと、いや血痕ついてんのもすごいんだけどさ、この服濡れてる感じがちゃんとされてる、ちゃんとこれ多分デザインしてんだよね、すげえ、なんか今までのホラーテイストとちょっと違う見せ方して面白いですね。ね、ちゃんとこの目線切ってんのがまた怖いよね、これ、あ、これこれすごいよ、すごい、これマジですごいっすわ。ほっぺたにもちゃんと血ついてる、なんか葉っぱもなんかこれドカベンみたいに加えてるんですねいわき、いわき、いわきハサミ、いわきがやっちゃったんですかね、これ調子いい時に話すピビーンピクミンですよ、ピクミン、行きましょう。あ、またサーさんが無人島っぽくしました。わ、すごい、すげー、
あ、この人なんか見せ方すごい上手っす ね, ね。ヘルプのね、P だけなんかちょっとずらしてる感じ、全部なんかこうしっかりしすぎてから手書き感が出ない。それをこの P でうまいことずらして、こっちも顔傷ついてるからね、これ自分でつけてんだよこれ。いや、この人すごいっすね。沢さんすごい、すごい見せ方がプロ。なんか本業かなんかの人なんですかこの人ね。なんかこうあるものをイエーイっつって撮ってんじゃなくて、なんか作り上げてるちゃんと作ってますシーンを。うわ、これはなかなかちょっと一本撮られましたよ ね。恐れ入ったわこれ。はい、じゃあ次行きましょう。ライムさん、桜の散る中綺麗な一枚が撮れました。おお、すげえこの傘、これ綺麗に撮ったな。手前2つぼかしてんのがいいね。ちゃんとね、この真ん中だけ奥行きバーンって感じさせてるから、なんて縦をすごい感じる。2枚目がこちら。あー、素晴らしい、素晴らしいの一言につけますねこれは。そうか、面白くなかった時のコメントクソやろお前。いや、なんかやっぱ完成度高すぎて何も言うことない、何も言えねえ。右下にね、しっかりバーッと桜を埋めて、構図を全部ねぎっしり埋めてるところがね、完成度高いと思います。メガネもよく似合ってる、この和風な感じがね、ちょっと古い感じのメガネなのがすごいいいかなと思います。こうやって言うんだよ、こうやって言うんですね。勉強になります。おったんめんさん、ポケモンサーチ&デストロイの森、これ俺の気になりますね。ポケモンですよ、ポケモンサーチ&デストロイ。おお、すげえ、すごすぎ。これ俺がポケモンで死んでお墓に入れたポケモンたちだよこれ。全部これ、すごい。これどこかでしょ、これ吉野間、これ確かにこれヒカキソだよこれ。で、これケンキさん、あ、ケンキさん。で、これ岸タイガー、あ、岸タイガーはしたぞ。これノリ焼き。え、めちゃくちゃ嬉しい。ちゃんとこれね、お墓って作ってやった、これボックスを完全再現してる。完全再現してる。でも個人的にシャツをあげる。個人的にシャツを感動くれたんですよ。ありがとうございます。三つの嬢さん、花ミンゴ。おお、深っ。これすごくね、ルーブル美術館に飾ってそう。マジでありそう。なんか巨匠のオーラを感じる。これめちゃめちゃすごい、すごい、なんか場所に置いてあったらそういう絵画にしか見えない。なんか有名そうな写真から名前下に置いたらマジでね、なんかもっと意味深なタイトルつけてさ、これ花ミンゴじゃちょっともったいないぐらいすげえ写真するね。フラミンゴ自体がね、こう闇夜に紛れる感じで桜からちらりと見えてて満月。なんかこれなんかすごいな、なんでこんなに高くないですかね、引き込まれるんだろう。なんか深みのある一枚、ね、本当にこれ動物の森の写真これ。すごい、それなんだよね、動物の森感がないよね。またこれなんか写真家の方で出てる、出てますね。プロの可能性あるぞこれ。ありますよこれは。花さん、飛行機から見えました、よろしくお願いします。うわー、すごい、すごいなこれ。これね、島上陸する時の、最初こう島行くときに一回上通る、上から見える風景の、うわー、これハートが花になってて、お出迎えしてくれてんのよ。まあ、なんか泣いちゃう、泣いちゃいます、ね、これなんか泣いちゃう、これだけ地元帰ってきた感じじゃないですけど、すげえな、うわ、いいわー、いとこの姉ちゃんみたいねえ。これ右上の散らかりぐらいも半端ですね。逆に物を置いて構図埋まってるから、ね、ここ何もなかったらここら辺もうスカスカになっちゃうから、飛行機の影点数高えわ。高えですね、やっぱり飛行機で来るか。これは取られたね、一本取られましたね。うわ、今回熾烈だな。俺結構迷ってる今の時点で。さあトロさん、島のパリピ。パリピなんすかねこれは。これあのさ、こういうのこうやってるやつあるじゃん、あのアフリカの子供たちみたいなやつ。パリピじゃないだろこれ。何あれですよ、中学の野球部のみたいな。うわー、集合写真の。俺こういうやつは嫌い。でもなんか、真ん中のやつか、俺も食ってんのに、のこのバカみたいな顔が、こいつ修学旅行とかで絶対寝そべって写真撮るやつですよね。え？シアさん、20日と優雅なマダム。わ、すごい、虹二つかかってる、ほんとだ。5月11日。5月11日。5月11日の正午か。去年撮ったんですかこれ。これ、ていうか動物の森ってすごいな、虹って2個かかったら色逆になるんだよ。うわ、これ本当だ、ちゃんと再現してるわ。モンズの文字すげえ、モンズの文字すげえ。はい、シアさんありがとうございます。ぜひね、現代時間に帰っていただいて、はい。はい、じゃあ次行きましょう、はい、サイン欲しい2期、時間的に第1回間に合いませんでした。2枚あります、はい、1枚目2期の推しです。
お、すごい、すごいこれ。これツイッターのヘッダーやん、これ電源の。うわ、これ完全受注生産のコーチジャケット。すげえ、ちゃんとおぶさが描いたイラストも。あ、ほんとだ、これタピティ、タピティがありますね、タピオカ T シャツ。どうしようこれ。これ俺のさ、ツイッターのアイコン桜ついてる。これ骨太だよね。これ俺です、ね、これ元画像見たら分かると思うんですけど、骨太さんめちゃめちゃ顔変わったね。変わりましたね。この時の骨太さんの顔やばいよな。2枚目ありますよ。今からでも入れる保険ありますか？ドン。ないね。ないっすね。これはこれはちょっと厳しいんじゃないですか。絶対このタランチュラかかるからね、これ。もう入れないですね、これは。これも諦めてください。諦めてください。チョロメさん、姫お呼びでしょうか？嫌な予感すんな、これ。嫌な予感しますね。いや、こういうの待ってましたよ、これ。ありがとうございます。これ完全に両津で、しかも葉っぱ体。葉っぱ体っすね、これ。これ情報量多いっすね、この写真。みんな言ったら鼻にセミついてない？鼻でセミ変えろうとしてる。眉がかもめ。意外とで、ね、普通写真としても躍動感あっていいんだよな。今日初めて笑ったかもしれない。いいデザートでした。カオルさん、仕事ですか？してますよ。お、働いてる。おお、これはデータ管理系の。すごい、監視カメラいっぱいついてるわ、これ。でも篠田さんって見て、時間ちゃんと時計見してるわ。1時45分めっちゃ働いてますね。電気消して働くんだよね。バレるから。バレないように。2枚目。あ、いいっすね、これは。すごい、これは素晴らしい。これすげえ。ポルノハブちゃんとタグにビジネスってありますからね。仕事中みたいなやつありますから、ポルノハブ。これ1枚目と2枚目で落ちるのがいいよね。1枚目なんかこれすごい残業っていうタイトルでこれだけで完成してるじゃん。それに2枚目これだからな。まあ、時間帯が時間帯ですからね、やっぱり。催してしまう。催してしまう時間帯なんですかね、これは。これ考えたな。裏見せるのね。いいっすね。すごいいいわ、これ。じゃあ次行きましょう。はい。七つさん。これ前も、あ、覚えてます？七つさんですか？先端が光ってた人です。やつが来たんですね、また。問題児。こちらです。親友との春。あれ？あれ？なんかやればできますね、七つ。何、うちキャラクター一緒やもん。キャラクター。ヒイラギミューみたいな。お、なんかすごいいい。全部狙いに見えるのよ。ナナチが全部下ネタに見える。この髪型しっかりとかな。この桜も絶対そうだよね。なんかこれ一個だけにしてならやっぱ、うん、正当な評価がもうできなくなる。できないですね、この方は。もういいよ、全然ね、突っ込んできてくれてもね、うん。なんだ、何も書かれてない。怖い怖い。名前もない。かわいい。かわいい。なんで何も書かないんだろう。無のまま来た。誰かわからないし、何の写真かもわからない写真来たけど、めちゃめちゃかわいい。めちゃめちゃかわいい。この住人めちゃめちゃかわいいな。お前猫と犬どっち好き？猫と犬もどっちも好きっすね。人間じゃないやつは全部かわいいかなと。人間嫌い。人間は嫌い。このキャラクターだけで点数めちゃめちゃ高い。高い高いです。かわいいな、誰かわからないけど、ありがとう。でも、俺のさん、人間は嫌い。人間は嫌い。はい。サンズさん、サンズです。自己紹介ですか？アンダーテールのやりすぎで頭がおかしくなったんでしょうね、サンズさん。はい、どう。おー、すごい。すげー。これ、自分で描いたの、これ。あ、頭どうした、お前。頭、何これ。頭、石になった。見て、この服。サンズ。かわいいわ。あ、わかった。これ最後の廊下だ。ああ、サンズと会った時、そういうことですね、この背景の廊下だわ。でこれね、 G ルートで戦う前のサンズ。半端なく強いやつですね、これ。目も光ってるんで、すげえな、すごいけど、もう頭どうした？脳みそ摘出したでしょ、この人。イラストをこう綺麗に見せようとしたこの努力の背景を隠そうとした。結果的に多分なんか努力が馴染むようにこれにした。これを後ろと合わせたよ、頭。本当にサンズだけ見せたかったんだろうな。ジュリジュリちゃん、潜水艦から見える景色。おお、うわー、すげえ。どういうこと？え、なにこれ。水族館の窓を寄せて潜水艦みたいにしてんだ。ちゃんと魚群もあって、めちゃめちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそう。めちゃいいやん、右のやつの笑顔。半端なくることですね。そんな魚見て面白いですね。かわいい。これ見せ方めっちゃ、ね、潜水艦みたい。うまいことやったな。ディズニーの海底2万ぐらいとかこんな感じですね。なんてディズニーの海底2万枚で乗ったことないですか？めっちゃこんな感じなんですよ。あるある、あの、いや、こんな感じじゃなくて、こんな感じ、ライトこうやって調整して。横見たらこう魚いっぱいいるんですよ。めっちゃつまんねえよな、あれ。
あの7人が少ない。臭くない？しかも。しかもめっちゃ臭いです。めっちゃ臭い。あそこでひん曲がった鼻をアラジンで。アラジンでシンドバット。シンドバットだ。シンドバット行ってバナナの匂いする。あそこのエリアなんかカレーのポップコーン売ってるからすげえカレー臭いです。シンドバッドなんてもうすぐバナナ来るよバナナ来るよってバナナの匂いしてうわーバナナの匂いしたわ終わり終わりっすマジディズニーそんな感じなんでディズニー感あるね確かにいいっすねワクワクテーマパーク感がすごいもんジュージューちゃんありがとうございますすごいペイチさん水族館でクリオネ見てます試行錯誤して撮った一枚ですおー楽しいですクリオネかおーすごい斜めからどうやって撮ったのこれ水にいるように見えない見えないですねなんか浮いてるように見えるすごいデスストランディングのクリプトビオシスみたいなしてこいでこい虫がパーッと飛んでこいって食べるやつ俺もやったことないの分かんなかった参考画像出しようかなこれ、ね、クリオネがこう右にこう行ってるのがいいですねアーチ描いて行ってるんですねこれ綺麗だわ素晴らしいペイチさんペイチさんありがとうございま す, ういます、ユーマさん、はい、これ最後一言媚び売らせてください。お最後に注文だったな。最後に媚びじゃあ売られて、はい、終わりにしますか。首外れてる。外れてるし。デュラマンだ。外れたところを取ったのがちょっと。ね残業パーカー。これを着てる人は。あれ。そこをしかもズーム。おスモーケース。すげえこれ。うわ久々見たこのスモーケース。すごい。スマホケース買ってるやんこのスマホケースクソな上に見た目が売れても儲からない儲からないほんとサービス精神の塊ですかサービス残業すごいけど顔怖っ絶対こんな人が身につけるものではない、ね、これは実在してるから、これ実在全部実在してます、はい、残業も実在してますからねこれすごいすごいわゆうまさんありがとうございます素晴らしいはいと、はい、いうことでもう40枚ちょっとあっという間でしたね来ましたけど豊作ってもう応募数すごいね毎日のように、うん、来ますねスクショ来てますよあ今回もうエモいものがめちゃくちゃ多くて良かったっすね、うん、ねエモ寄りだったねエモ寄りでしたじゃあ早速、はい、面白いのを森本さんエモいの俺から選んで、正々堂々とじゃんけん対象を決めようと思いますじゃあまずは骨太賞いや迷いますねこれ迷う1枚だけどうしても頭から離れない半端なのがあったんで今回の第2回の骨太賞は俺のハブを見ていたああそっちかそっちですよねカオルンさんはいカオルンさんのこの仕事してますよっていう写真、うん、ギャグの緩急がいいっすよね1枚目でああいきなりボケるんじゃない1枚目でうわそういうエモい路線で来るみたいな感じでゲームがなんかしてんのかなと思ったらまさかのポルノハブっていうじゃあ骨太さんははい、骨太賞カオルンさんはいおめでとうございます河川賞河川賞これ難しいんじゃないですかこれ結構今回はもう激戦じゃない本当にあ俺あれこれかな飛行機から見えた1枚ちょっとめっちゃこれもあるけど俺花ミンゴ私花ミンゴでね大賞取ったらもうなんか次回の方向性がみんななんか、うん、あの神秘的なものとかいっぱい来そうなんで、うん、もう1枚に決めるのが難しいレベルまで来ましたねここまであと沢さんの無人島あこの人すごかったっすねやっぱいやお前どっちがいいと思うあどっちも無人島と飛行機だと思うんだよね俺花さんか沢さんか花さんと沢さんでじゃんけんせえへんあいつ一回じゃんけんしますねじゃあ俺勝った花さんではいじゃあ俺勝ったら沢さん最初はグッジャンケンほいおお取っちゃったっけえ花さん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 すじゃあ花さんにはい河川賞あげます着眼点がいいっすよね、うん、ここで写真撮るなんか泣ける、うん、泣ける一枚ということで来ましたね俺のハブ VS 泣ける一枚なんか毎回思うけど俺なんか負けられないプレッシャーかかるんだよね俺逆になんかもうどっちでもいいやみたいなよくあるんですけどでも、ね、やっぱネタでも勝たないとダメだからそうそうっすよ公正にじゃんけんで、はい、行きましょう最初はグーじゃんけんぽいこえいや最初はグーじゃんけんぽいおーい最初はグーじゃんけんぽいやりましたあれエロは世界を救うでございますさあということで大賞は、はい働いてますよカオルンさんおめでとうございますいやー素晴らしいちゃんとこのなんかエモさと
両方で勝負してるんで、融合体ではあるよね、ふさわしいね。はい、カオルンさんには、はい、教室からテロリスト T シャツをプレゼントいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、1回目のプレゼントね、まだ T シャツ吸ってないんで送れないんですけど、はい、なんと2回目の商品先に行くっていう、はい、すぐ行きます。はい、住所メール聞くんで、お願いします。お願いします。ということで、はい、第2回も無事終わったわけなんですけども、もちろん第3回もどこまで行くんだ、応募がすごいので続けていきたいと思います。メールはですね、こちらまで、こちらですね、はい、河川どてもり @gmail.com まで、ツイッターの URL だろうが画像そのまま貼ろうが何でも OK な、何でも OK です。名前と一言、一言ですね、添えて、メールで送ってください。よろしくお願いします。お願いします。次回も多分この T シャツをプレゼントすると思います、はい、山のように残念、山のようにあるんで、はい、それではまた皆さん第3回でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。